冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。今度の冒険では何と出会えるんだろう。素敵なものいろいろ見たいな。よーいしょ、よーいしょ。加工して宝石に、なんてことないよな。ライザなら武器として素材にしそうだし。これはお宝発見だぜ。そんながっつかなくても誰も取らないのに。そんなに価値があるものなのかな。いや、大した価値のあるものはねえな。特に珍しくもねえ装飾品と古いだけの貨幣で。この一枚だけは貴重品だぞ。タオさんも何か見つけたんですか。うん、ここにある当時の貨幣がそうだよ。おいおい、それは売っても特に価値ねえぞ。売らないよ。ほら、ここの貨幣に刻まれてる文字を見て。見たことない古い文字が書かれてるんだよ。大発見じゃないか。タオさんらしい宝物ですね。それにしても今回の調査は本当に素晴らしかったよ。俺もいいお宝が見つかっていい気分だぜ。一枚しかないみたいだけど、それでいいの？違うぜクラウディア、一枚でも見つかったってのはすげえことだ。実際やってみりゃわかるが、トレジャーハントで見つけるものなんて大抵こんなもんさ。え？宝箱いっぱいの財宝とかは見つからないの？そういう印象を持たれがちなのはわかってるけどよ、実際はこの程度だ。おまけに鑑定したら二足三文にしかならなかったなんてのもよくある話さ。何それ、全然割に合わないじゃん。それでも一番大事なロマンを得られるのがたまらなくてやめられねえ人間ってのがいる。それがトレジャーハンターだぜ。ロマンだけじゃお腹は膨れないと思うんですが。ロマンのねえこと言うなよ。ったく、なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。あれ？何しようとしてたんだっけ？
何しようかな。つまらねえな。よーいしょ。これも素材になるのか。なんだか怪しい感じになってきたな。何が出るかな。あ、なんかわかりそうかも。燃えろこの辺りの草でも燃えろ使えるのかね。宝石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。本当にこれ手がかりになるのかな。ライザ、あれって確かフィーガ。あ、フィーガ。フィBut...
おいおい、フィーのやつ大丈夫なのか。多分この前もこんな感じだったし。やっぱりあの水晶の光はフィーを元気にする力があるみたいだね。うん、何なんだろうあの光。さてどうやら他に目ぼしいものはねえようだし、ざっと見て回って引き上げようぜ。そうだね。この遺跡ができた理由も分かったことだし、早く帰ってまとめなくちゃ。そういえば昔現れた巨大な魔物の話が全然ないのが気になるけど。さすがに私ももうヘトヘト。早く帰りましょう。宝石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。一回メモで整理した方がいいかも。私もまだまだ戦えるみたい。強そうだけど負けない。くれ、セーター、レンズよ。こいつはどうだ。そこ、セーター、連続よ。クリフォードさん、お願い。そこ、センター、連続よ。クリフォードさん、お願い。当てる、任せて。風よ、吹いて。せーの、どれにするかな。さあ、連続よ。どう、当てる。クリフォードさん、お願い。そこ、まだまだ。こいつはどうだ。セーター、連続よ。どうだ。続け、当てる。針がねえのもつまらねえな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。行ける場所が広がったよ。えい！あ、これ使えそう。そっとりになるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。これこれ。取れた。今俺は神秘的な力に触れている。いいね、ロマンあるぜ。取れた。これ小さな石とかも混ざってる。これこれ。いいのかしら。
ちょっと持つ。これも素材になっちまうのか。くれって言っても無理だろうな。推理をまとめてみよう。あ、分かっちゃったかも。これの情報は、精霊ってそんなにたくさんいたんだ。こんなにしてもらった精霊のこと、どうしたら忘れられるんだろう。これって文字？偶然かな？それとも何か関係があるってこと？どこか行きてえのか？どこに行こうかな。よし、行くぞ。はあ、大変な冒険だったね。クラウディアもお疲れ様。ううん、久しぶりにライザと冒険に行けてすごく楽しかったよ。パティは大丈夫？どこも怪我はしてない？怪我は平気ですが、湖の底を歩くのはしばらく遠慮したいですね。同感だよ。それでね、ライザはこれからもまだまだ冒険するんだよね。
そのつもりだよ。錬金術に関する新しい何かを発見できるかもしれないし。その冒険、私もついていっちゃダメかな。え？今回ね、久しぶりにライザと冒険して思ったの。せっかくライザと再会してこうして冒険に行ける機会に恵まれたのに、これで終わりなんて嫌。もっと他のところにも行ってみたい。もっとライザたちと冒険をしたいって。だからまた私を仲間に入れてくれる？クラウディア。ちょっと待った、ライザ。その冒険の話なんだが、俺も同行させてもらっていいか？え？でもクリフォードさんの目的は達成したんじゃ。目当ての遺跡は探索できたが、あの星の民の話じゃこの辺りにはまだまだ遺跡があるって話じゃないか。どうせライザたちもその遺跡に行くつもりなんだろう。なら俺一人よりライザやタオがいた方が明らかに都合がいいからな。お願いライザ、またあの頃みたいに連れて行って。トレジャーハンターとして身につけたスキル、少しは役に立つと思うぜ。まったく、そんな頼まなくたって断るわけないでしょ。二人ともこれからもよろしくね。ありがとう、またよろしくね。後悔させねえからな。期待しててくれ。今日は新しい何かに出会えるかも。ちょっと持ちすぎか。これライザが喜びさ。どこに行きますか。よし行くぞ。それにしてもだ、この生き物は一体何なんだ。俺もいろんな地域を旅してきたが、こんな生き物初めて見た。私も変わった動物はいろいろ見たことあるけど、フィーちゃんみたいなのは初めて。似たような生き物を聞いたことも本で見たこともないよ。だろうね。何しろ光る石から生まれてきたよくわからない子だし。フィーちゃん仲間っているのかな。わからないけど、いてほしいよね。フィーだけなんて寂しいもの。ああ、一匹だけよりも大勢いた方が愉快で楽しそうだしな。フィーもお友達はいっぱいいた方がいいよね。わあ！フィーちゃんにとっては私たちもお友達ってことね。そういうことじゃないんだけど。まあ、フィーがそれでいいならいいのかな。
そういえば、この前見つけたこれ、複製釜につけられそうだよね。やっぱり、ぴったりハマった。複製釜とセットの古式器具だったんだ。何ができるかわからないけど、まずは試してみないとね。今までと違う、新しいことができる気がする。元に戻っちゃったみたい。またご飯持ってきたら変わるかな。何作っちゃおうかな。ありかな。次はどうしよっかな。いろいろやってみたいな。しようか悩んじゃうな。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。どれがいいかな。どのくらい作ろうかな。何にしようかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。次はどうしよっかな。すごいのできちゃうかも。
感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。新しいものができちゃいそう。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。入れる場所は、どこに入れようかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れようかな。どれにしようかな。こんな感じかな。
どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。こんな感じかな。入れる場所は、何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。どれにしようかな。入れる場所は、さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。新しいものができちゃいそう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。入れる場所は、さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも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 。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。
しようかな。こんな感じかな。入れる場所は何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。入れよう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。次はどうしよっかな。いろいろやってみたいな。何をしようか悩んじゃうな。本当に問題ないか確認しないと。
何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何入れようかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。あれ、ちょっと変わりそう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。しようかな。これでどうだ。やった、できた。
こに入れようかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。
れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれにしようかな。材料はいらない材料なのよ。考えすぎも良くないよね。悩む材料はいらない材料のような。これなら十分かな。何をしようかな。これでよし。はい、だあれ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。遺跡の調査は順調に進んでいるらしいな。まあね、この間は湖の底にある遺跡に行ったよ。タオから話は聞いたが、俺は絶対にごめんだな。いつもの癖で飴玉噛んじまいそうだし。そういえば昔からそうだったよね。少し舐めた後はガリガリって。こんにちは。みんなで何話してたの。あ、聞いてよクラウディア。ボスってばね。フォードさん、こんにちは。なあ、
お前たちはいつも一緒にいるんだな。まあ友達だからね。それはわかるが、探索の時も一緒に行くだろう。あれはどうしてなんだ。はい、仲間なんだから当然としか言えないけど、むしろバラバラに行動する必要あるかな。俺はずっと一人でトレジャーハンターをしてきた。もちろん時には誰かとつるむ瞬間もあったな。だが肝心の場面ではいつも一人だ。まあ個人の力でどうにかなるなら誰かとつるむ必要はないだろうな。逆に誰かとつるむことで足手まといを抱えることになりかねんし。そうだな、そういうもんだな。まあトレジャーハンターだから打算的に行動するのが普通なのかな。うん、私たちと違ってお仕事だからそれくらいきっちりしないとダメなのかもね。一緒にいると楽しいからってだけの僕らとはやっぱり違うね。楽しい、探索や冒険を一緒にするのか。そうだよ、だって一人で冒険したって寂しいだけじゃん。一人寂しい、そっか、気にしたこともなかった。邪魔して悪かった、ありがとな。変なやつだな。結局何が言いたかったんだ。わからないけど、クリフォードさんずっと一人で探索してきたんだ。絶対誰かと一緒の方が楽しいと思うんだけどな。久しぶりにクラウディアと会ったから3年前の話で盛り上がってたんだよ。3年でみんな結構変わったよね。特にタオ君はすっごい変わったよ。そうかな。そうだよ、最初見た時びっくりしたんだから。こうしてまたみんなと再会して冒険できるなんて、3年前のあの頃に一気に戻ったような気になるよ。ただレント君がいないのがちょっと残念かな。レント、今頃どこで何してるんだろう。お話しするならゆっくりお茶しながらにしない？うん、そうしよっか。空いてる席は、あれ？ねえ、あれってまさか。やっぱりそうだ、レッドだ。雰囲気が違うから一瞬わからなかったよ。レント君に会えたらいいなって言ってたら、まさか本当に会えるなんて。なんだ、ライザたちもこっち来てたのか。あ、あ
あれ？あんた、どうかしたの？悪いけど、俺のことは放っておいてくれ。あのさ、レント、私たちこっちでまた冒険してるんだよ。空剣島の方じゃ見たことないような遺跡がこの王都の近くにあるの。ああ、この町の南にあるあれだろ。見たから知ってるさ。洞窟みたいなとこの中にあった。え、南って言った？ああ、道に迷って道なき道を歩きまくった時に見かけただけだから、行き方はよく覚えてねえけど。町の南、洞窟みたいな場所、ひょっとして鉱山のことかな。この町の近くには鉱山があって、あちこちに穴が開いてるらしいんだ。そこのことかもしれない。そんな場所があるんだ。じゃあ行ってみようよ。ねえ、レントも一緒に行ってみない？悪いけど、他に用事があるんだ。またな。あ、レント。行っちゃったよ。旅の途中で何かあったのかな。忙しそうだったけど。それにしたって、あんなレント初めて見た。喧嘩した時だってあんな態度取らなかったのに。うん、何かあったのかな。けど忙しいって言うなら仕方ないか。また会えるだろうし、私たちはレントの言ってた遺跡に行ってみようよ。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう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 。後でカフェにでも行ってみようかな。フィーはどう思う？フィーフィーフィ
こに行こうかな。よし、行くぞ。町の南にあるってことだが、この扉からじゃないといけないのか？いけなくはありませんが、おすすめはしません。遠回りになりますし、道もずっと険しくなります。だいぶ錆びついちゃってるね。これ動くのかな。お前ら何してるんだ。この先に用事があるので通していただけますか。これはパトリツィアお嬢様。いや、ですがこの先はどうしても鉱山へ行く必要があって。お願いします。ダメでしょうか。いえ、ダメではありませんが、実はこの扉開かないんです。どういうこと。長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて癒着してしまっているのですよ。そうだったんですか。それじゃあ何か別の方法は。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ。それなら錆を取って滑りを良くすればいいんじゃない。ライザ、何か思いついたの。事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。どこに行くの。よし、行く。はあ、タオ、どうかしたの。さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。みたいね。タオのことだから、また伝承のことでも考えてたんじゃない。まあね。何か新しい発見でもあったの。どうなのかな。正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと。
内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の精とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承は、いくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど。全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん、でもそうする理由が全くわからない。そうだな、実は何か関係があるとか、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか、はぁ、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。こんなのはどうかな。雰囲気変わるものを置きたいな。何を置こうかな。何を置こうかな。いい感じかな。何を置こうかな。いい感じかな。何を置こうかな。いい感じかな。雰囲気変わるものを置きたいな。変わるものを置きたいな。何を置こうかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。できちゃうかも。何入れよっかな。お、
いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。綺麗な油でしょ。でも舐めたらダメだよ。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。これでどうだ。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。どこに入れようかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。あれ、あ、ちょっと変わりそう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。どれにしようかな。これでどうだ。
入れる場所は何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。どれがいいかな。たくさん作っちゃおうかな。これでいいかな。たくさん作っちゃおうかな。これでいいかな。考えすぎもよくないよね。何作っちゃおうかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。新しいものができちゃいそう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも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 。こんな感じかな。